民主党の山下隆でございます。まず冒頭、国民の皆様に我が党をめぐる政治と金に関する不祥事、これで大変なご批判を受けていること、私も自民党議員の一人として心からお詫び申し上げます。私は東京地検特捜部検事の経験があります。与野党問わず捜査の対象とし、公職選挙法違反で連座制を適用したこともあります。その経験からしても、今回のこと、我々の身の回りで起きたことは本当に情けなく忸怩たる思いであります。この国際情勢も本当に緊迫している、そういった中でこういったことに莫大な時間を使わざるを得ない、これは本当に申し訳なく情けない思いでございますし、これは今回の不祥事と関わりのない大半の自民党議員のみならず、従前からの悪しき慣行に安易に流されて、そして国民から厳しい指摘を受ける不祥事を起こしたこの議員の方についても同じ思いだと思います。ただ最も情けない思いをしているのは国民の皆様だと思います。そうした国民の皆様に、自民党として二度とこういう不祥事を起こさないように、信頼回復のために法改正をしなければならないと決意しているところであります。しかし他方で、政治資金規正法は民主主義の根幹をなし、憲法21条でも保障される政治活動の原資を支えるという役割があり、改正法は与野党を通じて、いや、全国5万8000ある政治団体すべて、さらにはすべての国民にも適用されるものであります。政治資金規正法の本来の趣旨に照らし、冷静に議論を進めたいと思います。それでは、まず最初にちょっと一つ質問を飛ばしまして、今回の、議員の厳罰化、これ、連座制という声がありますけれども、実は法律用語の定義上は、連座制では全くありません。実態は議員の処罰の厳罰化です。こういったことについて、もし時間があれば後で指摘いたしますけれども、では、議員を厳罰化するとして、どのように厳罰化するのかというのが、今回の政治資金規正法の課題であります。地元を回っておりますと、政治資金規正法に違反した議員はみんな辞めさせればよいというふうな声もよく聞かれます。しかし、公職の候補者などを有権者の判断を待たずに、公権力で排除する。これ、本当に極端な例はロシアや香港でも見られたやり方でございますけれども、これは民主主義と厳しい対立関係に立ちます。その意味で、政治資金規正法の趣旨と基本理念に照らして、われわれは改正をしなければならないと思います。それではパネルをお願いします。政治資金、これちょっと下に置いてあります。政治資金規正法は、ちょっとこれ、あれでいいですね。いい。政治資金規正法は、第2条において、基本理念として、この政治資金、この民主主義の健全な発展のための国民の常財であるということ、これは背後には憲法21条がございます。そして、収支の状況を明らかにする。判断は国民に委ねるのだ。そして、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないようにする。そして、これは政治資金規正法は、判断は有権者たる国民に委ねるというのが基本であります。で、こうした基本理念に沿うのかどうか、これについて議論をさせていただきたいと思います。次の、これは結構です。それではまず、政治資金パーティーの禁止法案について、立民の提案者が出しておりますので、これについて伺います。政治資金パーティーも企業団体献金もいずれも与野党を問わず、いや、国際的にも政治資金の政治活動の原資の拠出手段として幅広く合法的に運用、活用されています。民主主義は各国共通の原理である以上、国際的にどうしているかというふうな視点が必要であります。主な民主主義国では、選挙資金パーティーなどは、例えばファンドレイジングということで、市民が自ら支持する候補を支援するための催し物、そして収益を上げる、このことは当たり前で幅広く行われております。政治資金の拠出への規制というのは、実は市民が政治活動に参加する、その活動の制限にもなりうるというもので、例えばこれは憲法21条の政治活動の自由にも抵触しますし、アメリカ連邦最高裁でも、例えばファンドの規制に関しては、この言論の自由に関する修正1条違反ということで、違憲判決まで出ている、そういったものであります。それではまずお伺いし、総務省にお伺いしますが、政治資金パーティーを一律に禁止している主な民主主義国はあるでしょうか。では、総務省。はい、総務省自治行政局選挙部長、笠木孝則。お答えいたします。国立国会図書館の資料によりますと、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスにおきましては、
日本の政治資金パーティーのようなイベント事業の開催を禁止していないものと承知をいたしております。主な民主主義、山下隆君、失礼しました、はい。では念のため立民ほか野党 の、 提案者に聞きますが、皆様の調査の中で主な民主主義国で政治資金パーティーを禁止、一律に禁止している、立民案のように禁止している国はあったでしょうか。立民の提案者は、じゃあどうぞ。はい、本庄聡、山下委員にお答えいたします。主な民主主義国の定義はよく分かりませんが、私どもも米英独仏4カ国について、国会図書館の資料等を確認いたしましたが、その4カ国に限って申し上げれば一律に禁止しているという事実はありません。以上、はい、山下隆君。国際的にもそういう国はない、私の知る限りありません。そして現に無理なんです。資料の2、配布資料2を見ていただければ、これはまでいいです。立憲民主党の選対委員長の大串博志議員などがパーティーを開くことにしています。で、昨日の報道なので質問通告が遅くなったのはお詫びいたしますけれども、この記事の中で、この1問目でありますけれども、大串選対委員長は、法律が通れば政治資金パーティーをやらないというスタンスを明確にしているということであります。で、きちんとなった場合にはやらないと、いうことであります。で、こういった大きな報道がなされましたけれども、私は大串選対委員長だけを責めるつもりはありません。まず一つは、他の立民の幹部の皆様もおやりになっているはずだからです。例えば、4月25日、ホテルニューオータニで、私の得ている情報では、安住国対委員長が会費2万円の朝食会をされたと聞いております。そして、来週月曜日、まさにこの審議の真っただ中、大阪で岡田幹事長が会費2万円の昼食会をされるというふうに聞いております。立民の幹部の方もやってるんです。大串さんだけじゃないんですね。で、それでは立民の提案者に伺います。大串選対本部長、委員長は法律が通れば政治資金パーティーをやらないというスタンスを明確にしているということですが、法律が通らなければやり続けるというのが立民のスタンスでしょうか。で、あるいは法律が通っても施行日である令和8年1月まではパーティーを開き続けるということでしょうか。はい、本庄聡君。山下委員にお答えいたしますが、お答えする前にですね、今おっしゃった2つのパーティーの事例、今の現行法に基づいて適法に行われているものなんですね。違法に行っているかのような印象を受けかねないような言い方、お機会をいただきたいなと思います。その上で我が党の考え方を申し上げますが、まず岡田幹事長も我々の政治改革案発表の時にですね、記者会見で述べておりますが、法案の成立施行前に党所属議員にパーティー開催の自粛を求めるということはせず、各議員の判断に委ねると、これが党の方針です。で、その理由は2つあります。第一に、政治資金や選挙に関するルールはイコールフッティングの観点から各政党、各議員、各候補者同一同等の条件であるべきだということです。第二に、我々の法案には個人献金の拡充促進の税制措置も含まれておりますが、これをなくして個人献金を大きく増やすことは不可能だというふうに考えております。パーティーや企業団体献金中心の政治資金から個人献金中心の政治資金に変えていくと、こういった現実的な提案をさせていただいている、ぜひ本当にもご理解ご賛同をお願いしたいと思います。以上です。はい、山下隆君。誤解をしていただきたくないんですが、私は大串議員も岡田幹事長も安住国対委員長にも責めてるつもりは全くありません。当たり前のことをやってるんです。そしてその当たり前というのは現実にも当たり前であります。資料3のパネルをお示しいたします。これは岡田克也議員の収支報告書をまとめたものであります。私は岡田克也議員幹事長は本当に尊敬しています。なぜなら岡田克也議員は平成13年以降ですね、自らの収支報告書をまとめて、そしてどういう収入を得たか、何に使ったか、すべて明らかにしているんです。で、ここまで開示している立憲民主党議員はいません。で、私は本当にこれは与野党を通じて政治資金とは何なのかを考える
極めて大きな素材だと思っています。だからあえてこのご紹介いたします。そしてこれを見ていただくと、岡田幹事長はパーティー収入として、まあ公表分、これ平成13年以降、あの令和5年までですが、総額18億円を得ています。そしてそのうち、まあ企業団体献金の禁止も申し出ておられますが、法人寄付というのが大体4億円超ということであります。そして個人寄付が、これが2億円ということであります。で、まあ、こうしたですね、現実を見ていただきたいのが、立民の政治改革実行本部長である幹事長ですら、少なくとも20年以上にわたり、政治資金パーティーを開き続けて、直近では5000万円以上、公表している23年間では多いときで1億円以上、総額18億円以上のパーティー収入を得ている。ちなみに岡田幹事長の政治資金パーティーの利益率は、令和5年に自ら報告した報告書によれば 92% に達します。岡田幹事長は先ほど申し上げたように来週月曜日にも行うというふうに聞いております。私はその立民の皆様が政治資金パーティーを禁止するということに趣旨をついて伺いました。賄賂性を伴うかもしれない、癒着あるかもしれない、これはおそらく立民内部でも調査されているんだろうと思います。それでは立民の提案者に伺います。政治資金パーティーを全面的に禁止するということは、立憲民主党内部で調査した結果、岡田幹事長ほか、こうしたパーティーを開かれている多額の収益を上げている方について、売り先の癒着や賄賂性など、禁止すべき立法事実があったということでしょうか、お答えください。はい、本庄聡君。お答えします。我が党においては、御党派閥のような組織的継続的な裏金づくりは確認をされておりません。またご指摘のような具体的なお話もありません。したがって調査は行っておらず、その必要もないというふうに考えております。以上。はい、山下貴司君。まあ継続的に行っているパーティーで18億円以上上げているわけです。そして我々も今回のような裏金づくり、これは絶対に禁止しなければならない。だから再発防止策を検討しているんです。でもそのことと政治資金パーティーを禁止することというのは別問題だと思います。そしてまた岡田幹事長も政治資金でパーティーでこれだけ儲けて、例えば豪遊したり高級車を買ったりしてるわけじゃないんです。この収支を見ていただくと、例えば事業収入のパーティー収入と政党交付金、この合計が6100万、そしてあと寄付も1000万ぐらいあります。その中から一般計上経費を出してるんです。人件費であるとか事務所費とか、つまり必要経費なんです。それを捻出するためにパーティーを年間5000万少なくともやってるんですよ。で、これを禁止してしまうというのは、私はこれ政治活動に大いな、これは制限を加えるものだと思います。そしてさらに問題なのは、これ憲法上の問題だと思います。立民案は政治活動の費用を作り立つために、対価を伴う催し物で収益を上げることを何人も、つまり全ての国民に対して一律に禁止しています。催し物は経費がかかるので、対価を取らずタダでやると、公職選挙法の寄付行為ということで罰則の対象になりかねません。で、立民案だと政治的な催し物については、対価により収益を得れば処罰と公民権停止。対価をもらわなければ違法な行為として、処罰と公民権停止ということで、自らの政治的主張を伝えるためであっても、政治活動のための催し物を行う自由が、すべての国民に著しく制約されるわけです。開催対象は何人もです。開催禁止と1年以下の懲役などの罰則を、全国5万8千ある政治団体すべてにかけるのみならず、すべての国民に適用するんでしょうか。立民の提案者に伺います。時計止めてください。答弁願います。本庄聡君。お答えします。この法律はあくまで第2条の定義で規定されました政治資金パーティーの開催のみを禁止するもので、まあ、いわばパーティー開催という手法によって政治資金集めをすることを禁じるものであります。したがって第2条で定める定義に該当しない集会だったり催し物などを開催することはこの法律の規定に違反するものではありません。なお委員のようなご懸念があることも踏まえて、念には念を入れまして、この法律の第4条では適用上の注意として
集会の自由および政治活動の自由等の憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない旨定めているところでございます。以上です。山下隆君。2条はですね、政治資金パーティーというのは対価を徴収して行われる催し物なんですよ。で、まあ、そういうことからすると、ただの催し物で対価を徴収して収益を上げて政治活動をするということであれば、これに当たるんじゃないですか。で、私はこれは憲法の司法試験考査委員もやってましたけれども、かなり憲法違反の疑いが強いと思います。立憲、民主という立憲を何を政党らしくない、そうしたものだと思いますけれども、これは立憲の違憲審査基準、これ、精神的自由、中んずく大事な政治的自由の制限ですから、憲法違反に対する規制審査基準は非常に厳しいものがありますが、立憲的にはこれは大丈夫なんですか。本庄聡君。はい、お答えします。立憲民主党として、提案しているもの、提出しているものでありますが、もちろん法制局の審査もきちっと経たものであるという前提でお答えをいたしますが、政治資金パーティー禁止法案、我が党の法案ですね、これは集会そのものを規制するものではなく、あくまで、国民の政治不信の原因となっている政治資金を集める目的で行うパーティーに限定して禁止するものであるから、憲法に違反するものではないというふうに考えています。なお、企業団体献金の全面禁止については、団体に権利があると言っても、自然人である個人にある権利とはおのずから異なり、許される制約の度合いも異なる、十分に合理的な理由がある場合には、憲法上、その制約も可能であるというふうに考えています。以上です。以上、山下隆君、お願いします。では今ね、ご指摘あったように、でもパーティーと定義してるわけじゃないんですよ。これ、対価を伴う催し物って書いてありますからね、それで収益を政治的に活動に充てるものだから、おっしゃってるような狭い限局した意味じゃないと思いますよ。これ、憲法学者に聞いてください。で、先ほど今、この企業団体献金の話がありました。で、この表でございますけれども、これはですね、国際基準なんです。これ、民主主義は国際ルールですから、国際的にどうかということが極めて大事であります。で、日本では、八幡製鉄最高裁大法廷判決で、会社は公共の福祉に関しない限り、政治的行為の自由の一環として、憲法21条ですね、政党に対する政治資金の寄付の自由を有すると。で、会社は国や政党の特定の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有すると。政治資金の寄付もまさにその自由の一環ということで、憲法に絡めて明確に認めてるんですね。で、この点、リクルート事件を引き合いに出す野党議員もおられますが、元特捜検事として指摘すると、これはまあ完全に法律をごっちゃにした間違いです。リクルート事件、ロッキード事件は、贈収賄罪なんですよ。これ、政治資金規正法の問題ですから、ごっちゃにはするのは、国民をミスリードするものだと思います。そして、この最高裁判決は確かに立法政策だと言っています。立法政策だから何でも立法していいわけではなく、具体的な立法事実が必要であります。立法事実としては、先ほど紹介した最高裁判決に沿って、平成6年11年の政治改革における見直しにより、政党等に対する寄付のみとし、与野党問わず、我が国の政治活動の原資として確立しています。先ほどの岡田幹事長、パネルをお願いします。先ほどの例で言えば、岡田幹事長も、企業団体からの寄付は、令和5年で81社から700万円以上、多い時で年間2500万円以上、約23年間で総額 4億円を得ております。で、岡田幹事長が企業からの寄付についてご懸念になるような癒着があったか、あるいは例えば関係者、家族の関係するところから得ていたかなどは多分調査をされているんだろうと思います。でもおそらくそういうことはないんだろうと思います。で、まあ、こうしたことで、現実に岡田幹事長、政治改革本部長も、企業団体献金にある程度、自分の自らの生活、政治活動をやるのを頼っているということであります。そして、個人寄付についておっしゃいました。この個人寄付については、立民の、いや、日本を代表する政治家である岡田克也幹事長ですら、個人寄付はたったの41人の597万円であります。これは令和5年のものであります。で、実は誰が拠出したかということが確認できる令和4年の収支報告書を見たところ、個人寄付をしたのは46名です。そして、その個人寄付の総額の
661万5000円のうち、3分の2に当たる450万が、大手スーパーの経営者であるご両親と、そしてご兄弟からの年間限度額いっぱいの150万円の寄付をもらっています。で、私が確認できる限りでは、毎年いただいておられました。この20年間の間、もらってたかどうか、それは岡田幹事長自らが明らかにされることです。しかし、この個人献金の相当部分を家族であるとか、お金持ちの知人が賄わなければならないというのが、日本を代表する、いや、立民を代表する岡田幹事長の現実なんです。で、こうした、例えば岡田幹事長が受け取った企業団体献金に、禁止すべき何か立法事実があったんでしょうか、立民の提案者に伺います。はい、落合孝之君。はい。まあ、今のですね、立憲民主党の議員が受け取った企業団体献金に不正や問題があったという具体的な指摘はありません。したがって、調査はしていません。で、まあ、しかし、企業団体献金、これ、続けるべきかということは、もう国会ではかなり議論がずっとされてきたわけでございます。で、個人献金、一部の人に偏るものも問題なんじゃないかということですが、例えば私はですね、政治資金集めパーティーを今までやってません。個人のことはいいです。あ、はい。岡田幹事長も一つの例ですが、他にもいろいろそれぞれいるわけです。で、やってない人もいる。それから企業献金も私も含めてもらってない人たちもいます。しかしですね、家族から高額にもらっているということもありません。少額で多くの人たちから、カンパをいただいて政治活動をしていく、それを目指していくというのが、われわれのこの立法の目的でございます。以上、山下隆君。では、岡田政治改革実行本部長は、その道とは違う道を歩んでおられるということですね。では、次にですね、これ、立法事実がないということなんですよ、それは。調査もしてない。で、これ、国民の憲法上の権利ですからね。で、最高裁判決を認められることをどうするんだということです。で、次にパーティーの公表基準について伺います。まあ、パーティーの寄付の公表基準については、政治的支援を含む自らの政治活動を公にせずに行う自由なの。も、これも憲法21条が保障する重要な権利であることを考える必要があります。プライバシー権の問題があります。これ、例えば表現の自由についてもですね、まあ、ツイッターで匿名投稿があります。これは権利侵害がない限りは発信者情報は開示されないんです。同じように政治的立場を、例えば公務員とか立場のある方もおられます。まあ、そういった方が自らの立場、あるいは使命を開示せずに、公表するという、公表されずに政治活動としての支援を行うという自由もあるわけであります。私は先ほど岡田幹事長のご両親とご兄弟のことを言うことについてですね、気が止めなかったわけじゃないんですよ。ただこれはすでに公開情報です。そして岡田幹事長も出してるんです。だから公開しました。しかし、この公表基準を下げるということは、反面ですね、今まで公表されずに支援できてきた方々が、これが公表されるのか、あるいは支援をやめるのかという二者択一を迫ることになります。で、これは、この政治資金規正法2条に定める基本理念である、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を批判、抑制するなということに反するのではないかと思います。自民党提案者に伺います。パーティー収入を10万円超ということにした理由をお尋ねします。はい、藤井久幸君。お答えいたします。政治資金パーティーにつきまして、その対価の支払い者を収支報告書で公開して、政治資金の透明性を確保することは重要と考えております。具体的な公開基準につきましては、収支報告書に記載することで政治資金の透明性を確保するという要請と、一方で収支報告書に個人の氏名や住所等が記載されることによる個人情報、プライバシー保護の要請との双方のバランスをどのように適切に考えるかが重要でございます。このバランスは収入の種類、性格によって異なり得るものでございます。まあ、ちなみに現行法上、その他の収入についてはその公開基準が1件あたり10万円とされております。委員ご指摘のとおり、自らの政治的立場を公にせずに政治的支援を行う自由も配慮する必要があります。
また政治資金パーティーの公開基準を引き下げすぎると一般の国民の皆様や事業者の皆様が公に知られることなく政治資金パーティーに参加することで政治に参加することが困難になること、公に知られても良いという特定の組織や団体等に過度に依存することになりかねないことにも留意する必要があると考えます。政治資金パーティーは催し物を対価として支払うものであり、寄付とはおのずと性格を異にするものでございます。政治資金の透明性の確保という要請と個人情報プライバシー保護の要請とのバランスを取って、寄付とは異なり10万円を公開基準額と設定いたしたところでございます。山下隆君。はい、次にですね、野党の皆様が出されている、収支報告書の作成、あるいは、これ、ちょっと自民党案、対してみたいと思います。このようにですね、この書面の作成、これは収支報告書、野党は、代表も、署名作成をしなければならないということになっています。それで犯罪が成立するのかということについてですけれども、法務当局に伺います。収支報告書ですね、これに仮に政治家代表者が署名したとしても、その中に虚偽があるとか、そういうことの具体的な故意がなければ、処罰できないんじゃないですか、法務当局に伺います。はい、法務省官房審議官、吉田雅之君。犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法25条1項3号の虚偽記入罪は、政治資金規正法12条1項もしくは17条1項に規定する報告書である、いわゆる政治資金収支報告書、またはこれに合わせて提出すべき書面に故意に虚偽の記入をしたと認められる場合に成立しうるものと承知しております。山下隆君。野党がおっしゃるように署名をさせて、あるいは作成させても具体的な記載事項について故意がなければこれは犯罪は成立しないんです。次のページお願いいたします。この政治資金規正法をめぐる故意で一番私は法律家として故意の立証が難しい、それを如実に示したのが陸山会の無罪判決です。で、この陸山会の無罪判決、これはですね、この詳細は言いませんけれども、この国会議員たる代表者は無罪、会計責任者は有罪ですね、なった、なぜか、報告はしてるんです。でも、報告をしたことを認めたんだけれども、了承していたことも認定したんだけれども、経理については、任せており、あまり深く考えず申し出を了承した。具体的な内容について関心が薄く、内容を漠然と認識していないとどまる可能性がある。これで無罪になっているんです。これで声が飛んでるんです。立民の提案者に伺いますが、立民の提案によっても、この故意の立証のハードルの難しさ、いわゆる陸山界の壁ですね。これは破れないんじゃないですか。本庄聡君。お答えいたします。我が党案では会計責任者と同等の、責任を、代表者政治家本人に負わせるというふうにしております。加えて150万円を超える未記載につきましては過失であっても、刑事責任を問うというふうにしております。これをもって私どもは対応可能だというふうに考えております。以上です。山下隆君。会計責任者はなぜ故意があるかというと会計上の知識があるからです。で、例えば会計上の知識のない、この例えば政治家、あるいはこれ、政治団体区切ってませんから、全国5万8千の政治団体の代表者に会計の知識があるとも思えません。それなのに、そういった犠牲をするというのは、論理の飛躍だと思います。また、寄付について、これ、過失によっても処罰するということについては、一件150万円を超える、これ、寄付に限られてますから、結局、立民以外、例えば国民民主の皆様に、これ、パーティー券の未記載ですね、これについては過失でも処罰はされないんですね。国民はパーティー禁止してませんから、お伺いします。はい、時間が参っておりますので、簡潔にお願いいたします。はい、長友慎二君。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、1件150万円を超える寄付にかかる過失による不記載に対する罰則は、寄付のみが対象であり、政治資金パーティーの対価の支払いは対象ではありません。
しかし、そもそも政治資金規正法22条の8において、何人も1回の政治資金パーティーにつき、150万円を超えて対価の支払いをすることができず、政治資金パーティー開催者は1回のパーティーにつき、同一のものから1件150万円を超えて対価の支払いを受けてはならないものとされています。同法26条の3においても、これに関しては対価の支払い重視ともには軽微罰も課されます。山下隆君。私は勢いのもとですね、全国民に影響のあるような政治活動を制限をする憲法にも抵触するようなものについては、私は反対です。ですから、慎重に議論をされて、国民のための政治資金改正をやりたいと思います。以上で質問を終わります。